ライズが9月9日、都内で会見を開き、開催が発表されていたフェザー級の世界トーナメント、グローリーライズフェザーウェイトグランプリ、12月21日、千葉幕張メッセイベントホールの参戦選手を正式発表した。トーナメントにはライズとグローリーが各4選手を選出。ライズからはライズ世界スーパーライト級王者のチャド・コリンズ、オーストラリアストライクホース、 ISKA 世界ライトウェルター級王者の原口健と、ファッシネートファイトチーム、元ライズライト級王者で、ライズワールドシリーズ2019から 61kg トーナメント王者である白鳥大樹、チームてっぺん、ライズミドル級とライト級の元王者であるイソンヒョン、韓国、ラオン、の4選手が出場。ブローリーからはグローリー世界フェザー級王者のペットパノムルンキャットムーカオ、対キアットムーナイン、 マコーヨーロッパスーパーライト級、ISKA ヨーロッパスーパーライト級、MFC から 65kg 級のタイトル歴を持つミゲール・トリンダーで、ポルトガル、マンバファイトクラブ、グローリーの上位ランカーであるエイブラハム・ビダレス、メキシコ、リビング・レガシー、とベルジャン・ペポシ、アルバニア、の4選手が出場する。ペット・パノムルンはマイライズ世界スーパーライト級王者でもあり、原口とは3回戦い3連勝している。 トリンダーデは今年3月のライズエルドラド2024でコリンズに 1R で KO 勝ちを収めている。ビダレスは昨年12月のライズワールドシリーズ2023ファイナルラウンドで原口と対戦し、KO 負けを喫した。ペポシは今回がライズ初参戦。昨年12月のグローリーでトリンダーデに勝利を収めている。